HG-RX78 ガンダムは1990年3月にメーカー希望小売価格1000円で発売されました。ガンプラ発売10周年を記念するアイテムとしてスタートしました。 HG シリーズの第1弾ガンダムは144分の1スケールでありながらコアファイターの内臓を再現しています。各関節には MS ジョイント2が使われています。できるようになったな、ガンダム。動くぞ。
ちが熱中するわけだ。ここからはいつもの総評です。 MS ジョイントとシステムインジェクションにより、そのまま組み立てても色分け、可動はとても素晴らしいです。コアファイター収納も再現しているところが良いですね。ライフルを装備するとやや手首が垂れ下がってしまいます。個体差あるかと思いますが、手首交換時にボールジョイントが外れやすく、手首交換に苦労します。足首はもう少し内側に曲がるとポーズの幅が広がりますね。足裏はモールドなし、バズーカの一体成形。ライフルもスコープやグリップは無可動、サーベルが一本だけ付属、手首へのシールド装備など細かいところにもこだわって欲しかったですね。144分の1スケール HGRX178 ガンダムマーク2は1990年7月にメーカー希望小売価格1000円で発売されました。多色成形によってほぼイメージ通りの仕上がりを再現。 MS ジョイントの内蔵により広範囲なアクションを実現。詳細な機体説明やモデラーによる製作記事を満載した18ページの解説書付き。こいつは
いつもの総評です。サーベルラックの可動、足首の前後の大きな可動、膝ロール、コックピットハッチ開閉など、ギミックは素晴らしいです。反面、ライフルカートリッジの着脱や、予備マガジン、ライフルや、バズーカのジョイントが、オミットされているのが、残念ですね。144分の1スケール、HG、MSZ、006、ゼータガンダムは、1990年5月に、メーカー希望小売価格、1200円で、発売されました。一部差し替えにより、144分の1スケールでの、ウェーブシューターへの、変形を、実現しています。ビームライフル、ビームサーベル、2本、シールドが、付属します。詳細な、機体説明や、モデラーによる、製作記事を満載した、解説書付き。こいつは
つもの総量です。変形に関しては、飛行形態のプロポーションを重視して、データプラスでのノウハウを流用して差し替え変形としています。ただ、変形後の形態がアニメでのウェーブライダーから新設定のウェーブシューターへと改められています。プロポーションや色分けも素晴らしいですが、頭部が左右に稼働するのは謎です。144分の1スケール HG-MSZ-010WZガンダムは1991年7月にメーカー希望小売価格1500円で発売されました。一部差し替えにより144分の1スケールでの変形を実現しています。ダブルビームライフル、ビームサーベルが付属します。詳細な機体説明やモデラーに乗る製作記事を満載した解説書付き。感動の嵐、ダブルゼータってなんてパワーなんでしょう。ダブルゼータで出る。
重な教訓だった。ここからはいつもの総評です。色分けも素晴らしく144/1スケールで、頭部の取り外し以外は完全変形です。ダブルキャノンの前後可動も再現しているところが素晴らしいです。気になるところはコアファイターの肉抜き穴、腕の裏側のエンジンが丸見え、シールが時間が経つとともに剥がれてくるところです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。